今から7年前、私たちの先輩は東中地域活性隊を結成しました。そこには地域に恩返しがしたいという気持ちがありました。その思いのきっかけになったのは保護者や地域の方々の温かいサポートです。私たちの学校生活が充実したものになるようにと、その頃からずっといろいろな面で支えてくださっています。そんな応援を受け、私たちも活性隊として一生懸命、そして楽しみながら恩返し活動をしています。ありがとう、また頼むねと言われると嬉しい気持ちになります。自信が持てる活動だからこそ活性隊はずっと続いてきたのだと思います。これからも私たちはたくさんの人の温かい気持ちに応えながら、胸を張ってこの活動を続けていきたいと思っています。こんにちは、東中ファミリーサポーターズの宮城です。人は他者との関わりの中で成長する。この信念に基づき、さまざまな取り組みを行ってきました。おかげさまで、多くの和光堂はそれぞれの道で活躍しています。近年では、大阪や京都など、遠方からのボランティア参加者も増え、人の輪がますます広がっています。会場の皆さん、より良い社会を築くために共に頑張っていきましょう。